皆さんこんにちは、着物カフェです。気軽に楽しく普段着物を楽しみたい、そんな私のチャンネルとなっています。はい、さて今日なんですけれども、ここ着物の町日本橋で行われていた、クラフトコレクションという2日間にわたって行われていたイベントに行ってきました。はい、いろんなねアクセサリーやハンドメイド作家さんの作品が並んでいるイベントなんですけれども、私のお目当てはこちらです。一閑張りのバッグです。今見ていただいても分かる通り、羽織紐だったりそういったものもあるんですけれども、はい、こちらの一閑張りのバッグ、 ID さんの作品をインスタグラムで拝見させていただいて、あ、すごく可愛いなと思ったので、お着物好きのお友達と一緒に行ってきました。はい、そしてこちらの方が、一閑張り作家さんの泉千景さんでございます。もうすっごいおしゃれですよね。なんかと一閑張りのバッグって、日本の伝統工芸品で紙の漆細工だと思うんですけれども、存在自体は知ってたんですよ。だけどなかなかこう自分の好みに合うものがなくって、そんな中この千景さんの作っている一閑張りのバッグを見て、すごくなんかこう現代っぽい、一閑張りであり、なんかこうファッション性がすごく私の好みに近いなって思ったので、今回実物を見に行ってきました。はい、そして私のお買い物に一緒に付き合ってくださった、ボタンさんのファッションチェックでございます。このね帯締めすっごいですよね。これねワンちゃんのリードなんですよ。もうこのね使い方が本当にアートでおしゃれ。日本橋のね着物の方からもすっごくね声かけられて褒められてました。さすがですボタンさん。はい、そして今泉さんが締めているこちらの黒のね帯なんですけれども、なんとこちらも ID さんのオリジナルの帯みたいで、販売もされてるみたいなので、ぜひサイトをチェックしてみてください。はい、着物にハマって4年目となりますが、本当にね最近着物ファッションっていうのって本当それぞれたくさんの着こなしがあるんだなって最近すごく勉強になっていて、特にファッション関係の方が着こなすこの着姿っていうのもすっごく個性的でアートで、なんかすごく勉強になって素敵だなと、はい、感じております。ね、洋服も着物もそれぞれが可愛いと思うファッションを楽しめるといいですよね。はい、ということで ID さんで私が購入してきたバッグを紹介したいと思います。はい、ちょっともういきなりピンクの住人みたいになってね、もうちょっとペーパー子さんもびっくりな感じなんですけれども、はい、 ID さんで購入したのはこちらのピンクのバッグでございます。かわちい。このねタッセルも黒のねタッセルとかもすごくいろいろあって、自分の好みのものをつけるとさらにオリジナリティが出て楽しいポイントだと思います。このバッグの底にある金具もねすっごくポイント高いなと思って、こうちょっとね下に置かなきゃいけない時なんかも安定しておくことができますし、このさ持ち手のところとかこの金具のところとかね、ゴールドだったりとか、このね色のね引き算がすっごく上手だと思うんですよ。なんかねあんまりこう派手すぎず、こういった取っ手のところで淡い色を使っていたりっていうところで、すごく合わせやすいなと思いました。このね見せる面によってもまた印象が変わるのもすごく可愛いなと思いました。こういった感じですね。はい、シンプルな置物にも合わせやすくて大満足です。そしてねこの中がねこのハングル文字みたいな感じの使っていて、またこれもすごく可愛いんですよ。やっぱこれぐらいの大きさがあると普段使いとしてはすごく便利ですよね。お財布だったり日傘だったり扇子だったりっていうのを余裕で入れることもできますので、はい。でね
アイリーさんにこのミニバッグバージョンとかもあるんですよ。で、アイリーさんのこの一貫張りの可愛いところが、この持ち手のところをチェーンに変えたりとか自分でカスタムすることもできるんですよ。はい。でね、そのミニバッグもね、荷物は入らないけどそこがまた可愛いんですよはい。でね、10月にまた日本橋でイベントに出展するかもっておっしゃっていたので、ちょっといろんな作品をまたインスタグラムでチェックしていきたいなと思います。はい。で、ID さんの作品はインスタグラムから確か通販もできると思いますので、もし気になる方は概要欄にインスタグラム載せておきますのでチェックしてみてください。あまりね、ライバルが増えるのが嫌なのであれなんですが、まあぜひ見てみてください。それではまたね、バイバーイ。